8月3日、安芸郡海田町の海田小学校体育館で、小田幹雄金メダルの日記念事業、ジャンプ&ラン大会が行われました。これは第9回アムステルダムオリンピック三段跳びで金メダルを獲得した海田町出身の小田幹雄さんの偉業を記念し、走り幅跳びや50メートル走のコツを学ぶイベントとして毎年開催されています。この日は地元の小学3年生から中学3年生までおよそ90人が参加しました。イベントでは広島陸上競技協会の北風さんと平岡さんが講師となり、走り幅跳びと50メートル走のコツについて指導が行われました。しっかりとウォーミングアップを行った後、走り幅跳びのグループと50メートル走のグループに分かれて指導者からポイントを聞きました。腰が前に、この足はそっと置くだけでいいです。その代わりその反対の足と腕でグッと持ち上げてください。これちょっとやってみよう。走り幅跳びでより遠くに飛ぶためには踏み切りの正しい姿勢ともも、腕をしっかり上げることがポイントです。こちらは50メートル走のグループ。速く走るためには正しい姿勢で手と足を速く動かすことがポイントです。この日参加者たちは各競技のポイントを目と耳と体で学ぶことができました。走るときにの姿勢とかを学べてよかったです。もっと速くなったり、努力していこうと思います。走り幅跳びを中心に記録を今年最後までには4メートルいくように頑張りたいと思います。小田幹雄さんを超える記録を出したいです。